こんにちは、谷口です。当学院は毎月たくさんの勉強会オンラインで開催しているんですが、今日はその中の一つの勉強会の中で SIP の使い方について解説したパートがあるんですけども、それをご紹介します。まあ、その中の一部なんですけど、ご紹介したいと思います。今季節は秋ですね。秋は私が整骨院やっていた時、この秋9月、10月、11月初めぐらいまでは書き入れ時といてやってたんですよ。どういうことかというと、この時期はぎっくり腰の人が増えるんですね。特に夏が暑かった時っていうのは秋にすごくぎっくり腰増えるんですよ。またこのことについては改めてお話ししたいなと思うんですが、まあ、そういう季節を見て、そしてそれで何がこう我々のこうどういう患者さんお客さんが増えるのかで分かりますんで、暑い夏は秋にはぎっくり腰が増える。で今年、まあ、今私は整骨院やってませんけども、今ぎっくり腰がすごく増えてると思うんですね。でその時のぎっくり腰の時の対処法、さまざまなものやり方があるんですけども、その中でも SIP の使い方についてお話をしました。でこれを最後までご覧いただいたら、ああなるほどなと、 SIP ってそういう使い方するのかということと、まあ、体のこう捻挫とかですね、炎症に対する対処も分かっていただけるんじゃないかなと思います。それでは今回の SIP の使い方の動画をどうぞ。まあ、この時期はですね、季節の変わり目で、いつも以上に、体調を悪くする人多いですよという話です。でぎっくり腰が多い。で、ぎっくり腰を治すのは、固定がベストです。で、これはなかなか難しいんですけども、みんなついつい SIP を貼りたがるんですが、SIP を貼ると治りが悪くなるんですよ。捻挫とかした場合、まあ、ぎっくり腰も腰部捻挫なんですよ。あれはね、医学的な診断で言うと。病院行ったら、腰部捻挫っていうことです。足の捻挫と一緒です。で、捻挫やったらみんな、レーシップをやるじゃないですか。悪くはないんですよ。悪くはないんですが、本当は、ぬくめた方がいいんです。ぬくめた方が早く治る。ただ、痛いですよ。血管ブチで切れてる、筋肉が切れてるわけですから、言ったらね。だからそこから毛細血管、筋肉があって、そこは筋肉がこう筋みたいなのがあって、筋原繊維というのがあって、筋原繊維がプチッ切れてるわけですよ。で、そこから血がドバドバドバ出てるわけですよ。だから、血が出てるから炎症出るわけですよね。で、それを修繕しようとする働きが起こるから、そこがドキドキ、ズキズキして痛くなるわけですよ。だからみんなすぐにレーシップを貼るわけですよ。レーシップ貼ったら、そこを冷やすことができるんで、ドクドクやってるやつを冷たくできるんで、痛みはマシになる。でも考えてほしいんですけど、ブチって切れた筋肉をこう修繕するにはどうしたらいいんですか？だから痛みがあるっていうことで、ぎっくり腰は筋肉を作ってる筋原繊維がちぎれてるわけですよ。当然ちぎれたら血出ますよね。ドク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 、ミクロの世界ですよ。うん。血が出てるということは破れてるってことですよ。破れてるのを治すためにどうするかというと、再生させないといけないですよ。再生させるにはどうするか。うん。人間に一番重要なのは何かというと、酸素なんですよ。酸素を持ってきて、まあ栄養素もそうですけども、酸素を持ってきて、そして細胞に酸素を与えて、また分裂させて、ビチャって破れたところを修復してカチンってするわけじゃないですか。じゃあその酸素を持ってくるのは何やいうことですよ。酸素を持ってくるのは血液やけど赤血球や、うん、赤血球が酸素をくっつけて持ってくる。そして最後の最後来て細胞膜のとこまで来て、まあ赤血球も一つの細胞やからね、あれも単体の細胞なんで、で、その赤血球がずっと毛細血管ギューンと行って、
最後の最後、その細胞と細胞膜の間、でも細胞膜っていうのは本当はないと言われてるんですよ。うん、こう溶けてこうふわーんとなってる感じ。まあここは油でできてるんですけどね。うん、そうかちゃんとしたこんな核じゃないですよ。ふわーんとした感じで、でそこに赤血球が細胞に酸素を渡すわけですよ。でそれで細胞分裂して反対にその時に出した赤血球を、あ、ごめんなさい、二酸化炭素を赤血球がつかんで変えるわけですよ、うん、もちろんその赤血球のはどこにあるかというと血管の中だからね。だから血流を良くしてあげないと赤血球は酸素を細胞に渡せないんで、結果修復が遅くなるわけですよ。わかります？だそこを冷やしちゃうと、冷えたら冷たいですよね。冷たいってことは当然そこは血流の流れがちょっと弱くなってる。まあそんなめちゃめちゃ弱くなれんけど、うん、ずっと冷やしてるとそこには血流が流れなくなるんで、ましてやズクズクしてるのを止めてるわけやから、冷やしてるわけですよね、うん、そうなってくるとやっぱ血流がやっぱり悪くなってしまうんですよ。ズキズキは抑えられるけども血流が悪くなるので結果治りは悪くなるんですよ。だからめちゃめちゃ痛くて眠れないや以外はシップしたらダメなんですよ。でうちら子供みんなスポーツやってましたけども、捻挫とかしたら風呂入らせるんですよ。風呂入れ。痛いけど。まあ、めちゃくちゃ腫れてたら別ですよ。めちゃくちゃ腫れて、もうそれで眠れないいうときはまた別ですよ。うん。そういうときはもう冷やすしかないですよね。もうめっちゃバーンって腫れてる場合は。でもそうじゃない、ちょっとやったらぶつけたとかいうのはぬくめるんです。ぬくめた方が早く治る。で、慢性化しない。ですね、うん、まあ、そういうようなことも重要です。だからそういうところまでちゃんとミクロの部分までちゃんと話せるようにちょっとずつ勉強していくと、じゃあ肩こりは何ですかとか、腰痛は何ですかとか、冷え性は何ですかっていうこともちゃんと話できるわけですね。まあこれは経絡メディテーションや東洋医学がメインの話ですけども、やっぱりそういう西洋医学的なものもちゃんと勉強して、こう両方からこう話してあげられるようにやっておくと非常にバランスがいいですね。いかがでしたか？シップの使い方勉強になりましたか？まあ、そこからこうシップの使い方からより奥深く考えていって、こう解剖学とかの必要性というものね、また生理学とかいうものの必要性も感じていただけるんじゃないかなと思いました。まあ、こういうような勉強会をやっているんですけども、今回お話ししたような内容をこうもっと気軽に学んでいただける勉強会を開催しています。今日は最後にそれをご紹介したいんですが、それを TMC、まあ、TM クラブと通称言うんで、本当は TM クラブですが、まあ、私たち TMC と言っているんですが、月額980円の税別でやっています。かなり内容の濃いもの、ボリュームのかなりでかいボリュームなんで、ご興味のある方はぜひ下記からご覧いただいて TMC にご参加いただけたらなと思います。今回はここまでです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。